前回の続きでございますね。ちょっと待ってね。前回で突然ね、ビデオテープ強化がね、消えちゃって熱くなっちゃってんだよね。今回もね、同じようなことが起きるかもしれませんが。前回ね、これを設定してるときに、終わったんですけどね。フィラルフィアに戻ってもう一回こっちに行こうか。それで、ここで、ここでトウモロコシを選ぶ。そし、あー、違う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 。で、あとここで何も、あー、違う。これをね、2台走らせる。で、タスクをちょっと確認しましょう。タスク的にはですね、次はワシントン DC かバッファローまで60人の輸送する。輸送ルートの長さが、の距離が2倍以下にである場合のみで少量します。2倍以下。そうなのか。そんなの知らなかったね。複線の列車が、複数の列車が利用できる場合は、次回ルートを使います。ワシントン DC からバッファロー。ワシントン DC からバッファロー。まだつながってないね、直線的には。まあ、ここで乗り換えしていく人がいるかもしれないね。ああ、でも直線急行列車作っちゃえばいいんだよね。ああ、なるほどね。山が邪魔してんだね。ここに分岐を作るか。あ、ここ単線だね。直接ここを通しちゃダメかな。ここ2倍になっちゃうかな。直線的に引いちゃおうかな、お金かけて。とりあえずここ複線にしよっかな。ちょっと待った。なんだよこれ。
からね、直接引いちゃう。この辺まで。ああ、こっちも苦戦する必要性があるね。とりあえずこれを引いちゃおう、先に。14万円かかります。なんだよこれ。インディアンがいるよ、インディアンが。ちょっと待って、一回この細いところを通したいんだよね。なるべく。どうしよっかな、やめよっかな。直線距離が2倍になっちゃうといけないっていう数字が分かんないんだよな。数字を見るためにはこっからバッファローまで引くと、430だから200キロ以内で抑えたらいいんじゃないかな。ここまで、倍までだから倍なんなきゃいいんだよ。なので、800キロにならなければ、いいんじゃないかな。800キロにならなければ、いいんですよ。だから、ここのトンネル使っちゃってもいいんだよね。そんなに難しくはできてないはずだ。こ
このゲームは。ちょっとお金かかるけど、これはいい、しょうがないよ。17枚。つけてな、つけて。で、こっからバッファローまで来たいんだけど。ここ通しちゃっていいかな。小麦を持っての声持っていく必要性あるかな。小麦ないんだね、向こう。だったらここ通す、通した方がいいね。こっちはね、伏線にしにしようか。で、つながったかな。砂糖をこっちに持っていこうか。まずね、砂糖をこっちに持っていって、で、ここを往復させる。ここでは、人を乗せてもらいたい。ここでも人を乗せて、ここはね、別にね、ちょっとタスク的にどうなんだろうね。
まあちょっと後で確認しよう。とりあえず載せてもらって、だからここはね空にする。これをね2編成休校の方がいいかな。今後にしよっか。今後でいいや。これ2編成で。あ、お金がない。3万円。3万7千円。勝手に壊れてくれるなんて最高じゃねえか。あとね、この小麦。小麦をこっちに持っていく。ここを往復させる。まあここによって空にしてもいいんだよね。俺の邪魔をすればこうなる。あ、でもここつな、ここつながってないな。ダメだ。こっちに行って。ね、ちょっと待ってね。ここで人を選んで、人を選んで、ここはね、空にする。これをね、2編成。OK。これで人も運んでくれるからね、このタスク的には、ちょっと試してみないとわかんない。で、1週間あたりの、残高が上がること。一週間。残高。ああ、株買えないんだな。わかったよ。買い物なし。この時間は。あ、ちょっと時間が来ちゃった。ちょっと、終了。